アメリカ合衆国の革新主義時代は、1890年代から1920年代にかけて、社会と政治の改革が著しく進んだ時代である。進歩主義運動の主たる目的の一つは、政府の浄化であり、政治を蝕んでいた政治マシーンとボスの内情を暴露し、その力を弱めることで、政府内の腐敗を取り去ろうとした。進歩主義者の全員ではないがその多くは、 酒場を基盤とする地方ボスの政治力を削ぐために禁止法を支持した。これと同時に、より純粋な女性の票を政治に取り込むために、女性参政権の承認取得を推進した。運動の二つ目の目的は、近代化を必要とする古いやり方を特定し、科学的、医学的かつ工学的な解決策を強調することで、あらゆる分野における効率化を成し遂げることだった。 多くの人々が地方政府、公共教育、医療、財政、保険、工業、鉄道、教会など多くの分野で改革の努力を行った。進歩主義者たちは社会科学、特に歴史学、経済学、政治学の分野を変化させ、専門化させ、科学的にさせた。学術分野ではアマチュア執筆家の時代が終わり、学術雑誌や新聞に記事、 論文を掲載した研究の専門家の時代になった。国政の指導者には、共和党員では、セオドア・ルーズベルト、ロバート・エム、ラフォレット・シニア、チャールズ・ウェバンズ・ヒューズ、ハーバート・フーバー、民主党員では、ウィリアム・ジェニングス・ブライアン、ウッドロー・ウィルソン、アル・スミス等がいた。改革の動きは、当初地方レベルで動き、後に、州や国のレベルに広がった。進歩主義は、 中産階級から支持を集め、また弁護士、教師、医師、牧師、事業家などの支持を得た。進歩主義者たちは科学的方法を強く支持し、経済、政府、工業、財務、医療、教育、進学、さらには家庭にまで、それを適用した。彼らは西ヨーロッパで当時進行していた進歩を密接に追い、銀行法のような多くの政策を採用した。 その一つが1914年の連邦準備制度に結実した。彼らは時代遅れのやり方が無駄で非効率と考え、熱心に最良の一つの仕組みを追い求めた。進歩主義者たちは金ピカ時代の無駄、非効率さ、腐敗及び不公平さを悪と考え、社会と経済のあらゆる面で変化と改革を求めた。国政レベルで実行された重要な変化には、 アメリカ合衆国憲法修正第16条による所得税の導入、同修正第17条によるアメリカ合衆国上院議員の公選制、同修正第18条による禁止法の導入、同修正第19条による女性参政権だった。当時新たに影響力を高度に発揮し始めた全国的な雑誌、例えばマクルアズマガジンなどで正解の無駄、腐敗、 スキャンダルを暴露したジャーナリストは、マクレーカーと呼ばれた。レース・タナード・ベーカー、ジョージ・クディール、ブランド・ウィート・ロックが、州や地方レベルで活動し、一方リンカーン・ステフェンズは、多くの大都市における、政治腐敗を暴露した。イーダ・ターベルは、ロックフェラーのスタンダード石油車を追求した。サミュエル・ホップキンス・アダムズは1905年に、多くの特許薬品における欠陥を示し、 1906年に出版されたアップトン・シンクレアの小説ザ・ジャングルは食肉がいかに加工されるかを恐ろしいまでに伝えデイビッド・グラハム・フィリップスは1906年にアメリカ合衆国上院について激しい告発を始めたセオドア・ルーズベルトはこれらジャーナリストがすべてのチブを暴くことで何の助けにもなっていないとこぼしたときに彼らに マクレーカーというあだ名を与えた。進歩主義者たちは熱烈な近代化推進者だった。彼らは社会の弱者に対する重大な解決策として科学、技術、専門知識、そして特に教育の効果を信じた。進歩主義者の特徴は都市の工業化社会に対する好意的態度、生活の環境と条件を改善する人の能力に関する信念、 経済と社会の問題に介入する義務感、専門家の能力と政府介入の効率性に関する信頼だった。進歩主義者たちは市民がより直接に政治に関わるようにし、政治ボスを知り添けることを求めた。オレゴン州のポピュリスト党州議会議員、ウィリアム・サイモン・ユーレニア、その直接立法同盟の力を借りて、オレゴン州の有権者は1902年に直接、 民主制手段を圧倒的多数で承認し、住民発議権や住民投票によって法律の提案や承認、州憲法の修正を市民が直接行えるようになった。このような仕組みはオレゴン州が最初だった。幽霊はさらに1908年に修正条項の成立に貢献し、有権者は選挙で選ばれた役人をリコールできるようにし、また単一州ながら、 アメリカ合衆国上院議員を一般選挙で選ぶことや大統領選挙の州レベル予備選挙を行う制度を確立した。1911年カリフォルニア州知事ハイラム・ジョンソンが自州でも住民発議権、住民投票、リコールを行うオレゴン方式を採用し、州の立法府に対して昔からある大企業の影響力に対抗して、 住民参加の政治に良い影響を及ぼすものとみなした。これら進歩主義の改革は、アイダホ州、ワシントン州、ウィスコンシン州など他州でもすぐに真似られ、今日ではほぼ半数の州が、住民発議権、住民投票、リコールの制度をその州憲法の中に規定している。政治ボスやマシンの権力を削ぐために16州が、予備選挙を使い始めた。 アメリカ合衆国憲法修正第17条は1913年に批准されすべての上院議員が衆議会ではなく住民によって選ばれるようになった。その主たる動機は衆議会を支配するために上院議員をコントロールしていた政治ボスの力を落とすことだった。その結果、政治学者のヘンリー・フォード・ジョーンズによればアメリカ合衆国上院は罪の意識や 高速なしにその力を振るい、特定利益のために行動する党員の議会になった。多くの都市は、地方政府としての予算や、管理組織を研究するために、市政調査局を設定した。多くの都市で進歩派市長の存在が重要だった。例えば、オハイオ州クリーブランド市、同州トレド市、ニュージャージー州、ジャージーシティ市、ロサンゼルス市、テネシー州メンフィス市、 ケンタッキー州、ルイビル市などであり、特に西部州に多かった。イリノイ州知事フランク・ローデンは、州政府組織の大きな見直しを行った。ロバート・ラフォレットの地盤であるウィスコンシン州では、ウィスコンシン・アイデアがアイデアと、専門知識の主要な情報源として、州立大学を使った。コロラド州判事弁吟税、少年裁判所の制度を始めた、進歩主義者たちは、 アメリカ社会の組織として、家庭の価値を信じ、政府、特に地方自治体政府は家庭を強化し、質を向上させるために動かなければならないと考えた。地方の公的支援計画は家族を結びつけておくために改革された。デンバー氏の弁ン税判事の動きにヒントを得て、都市は暴力的なティーンエージャーを扱うための少年裁判所を設立し、 成人の刑務所に装置することがないようにした。清潔なミルクと水の供給にも特別の注意が払われた。州や国政レベルで作られた新しい食品医薬品規制法は食品の安全性を保障するために地方の役割を強化させた。連邦政府による1906年純正食品及び薬品法は製薬会社や医療サービスの提供者が進めたものだが 科学的な試験を経ていない特許薬品を市場から締め出した。さらに技術の活用と標準労働時間が採用されるようになり、家庭には余暇の時間が生まれた。多くの者のはこの余暇を映画館で過ごした。進歩主義者たちは、被護者、特に子供たちが暗く、不衛生で安全ではない可能性のある映画館で映画を見るのは俳優が犯罪、 暴力シーン、性的なものを暗示する状況を演じる様子を見て、否定的な影響を与えかねないと考え、映画の検閲制度を提唱した。国中の進歩主義者たちが大都市の政府に影響力を及ぼし、子供たちのために余暇の時間を与え、家族は健康で健全な環境で余暇を過ごせ、それによって良い道徳と市民を育てると考えたので、多くの公園を建設させた。 1921年のシェッパード・タウナーポーは母性と子供の世は特に母親と幼児の健康管理指導のために連邦政府予算を使うことにした。個別の州都の50対50マッチングファンドで女性の健康管理クリニックを建設した。優生学進歩主義者、特に経済学者の間では大家族や収入の少ない家庭への集散主義的解決手段として 優生学手法を推進するものがあった。これは、三次制限を行うことで、親がその限られた資源を、少数の良好な子どもたちに集中させることができるようになることを期待したものだった。しかし、大半の進歩主義者は個別の解決を主張し、この優生学手法に沿った全国、あるいは州や地方レベルの計画は生まれなかった。ハーバート・クローリア、 ウォルター・リップマンのような進歩主義指導者は、中産主義や主権主義で個人に課される危険性について古典的でリベラルな気遣いを示した。カトリック教会は、宗権主義に賛成していたが、優勢学のような三次制限には強く反対した。進歩主義者たちは、憲法の修正で、その改革を法として、恒久的に固定しようとした。 その中には1920年に批准が成立したアメリカ合衆国憲法修正第18条による禁止法と同修正第19条による女性参政権があり、さらには同修正第16条による所得税の導入と同修正第17条によるアメリカ合衆国上院議員の公選制があった。進歩主義の時代が終わると修正第18条すなわち、 禁酒法は撤廃された。禁酒法は、アルコール飲料の製造、販売及び輸送を違法とするものだった。飲酒自体は禁止されることがなかった。革新主義時代を通じて、地方、州、国のレベルで主要な大義の一つであり続けた。1917年遅くに、連邦議会を修正第18条が通過し、1919年に、 必要とされる4分の3の州で批准されて全国的な制度となった。禁酒運動はメソジスト、バプテスト、回収派教会、スカンディナビアルーテル教会などの福音主義教会によって講演された基本的に宗教的な運動だった。運動家は高度に効率的な反酒場同盟によって動員された。ティンバーレークは禁酒によってアルコール依存をなくし、 酒場を基盤にする大都市マシーンの力を弱め、工業の生産性を高め、アルコール依存による家庭内暴力、児童虐待及び貧困の可能性を下げることを求めたと論じている。禁酒の訴えは1840年代の第二次、大覚醒時代に始まっており、飲酒に反対する動きは福音主義プロテスタントの中から起こった。福音主義派は1880年代に、 第2杯の禁止法制化の動きを起こし、地方や州レベルでの法制化を目指した。1880年代、州レベルで禁止を法制化する住民投票が行われた。この期間に2つの重要な組織が形成された。1つは1874年に形成された婦人、キリスト教禁止組合だった。もう1つは1893年に形成された反酒場同盟であり、 異なる宗教集団から行動化を結束させた。禁止を法制化しようという第三の波は1907年に始まり、全国的な運動として最高潮に達した。まず、ジョージア州が州全体の禁止法を成立させた。1917年では3分の2の州が何らかの形態の禁止法を持っており、ほぼ人口の四分の三は禁止地帯に住んでいた。 1913年、反坂場同盟が禁止を憲法の修正条項に盛り込むという初の提案を行った。それを達成するのが難しかったからこそ連邦法ではなく憲法の修正を好んだ。それでなければ変化が起こらないとも感じていた。1913年、連邦議会はウェブケニオン法を成立させ、禁止の州にアルコールを運ぶことを禁じた。 アメリカ合衆国が第一次世界大戦に参入すると徴兵法によって軍事基地の近くでアルコールを販売することを禁じた。1917年8月、リーバーの食料燃料規制法によって戦中に蒸留酒を作ることを禁じた。1918年11月、戦争禁止法によって福音が終わるまでアルコール飲料の製造と販売を禁じた。 禁止推進派は、連邦議会の両院で3分の2以上の絶対多数を確保し、憲法の修正に必要な4分の3以上の州の支持を得るために、精力的に動いた。36の州の批准が必要であり、当時48州すべての批准を求めて組織化が行われた。1917年末、連邦議会は修正第18条を可決した。 1919年には批准され、1920年1月に有効となった。アメリカ合衆国の国内でアルコール飲料の製造、販売、輸送を禁じており、輸出入も禁じた。1919年のボル・ステッド法では、アルコール飲料をアルコール濃度0.5%以上と規定して、法の強制手続きを定めた。しかし消費者の需要があり、 様々な違法アルコールの入手源があった。特に違法の上流種とカナダなど他国からの密輸品があった。当時の法の執行の度合いを判断するのは難しい問題である。当時のメディアは禁止法はかなり効力がないものだったとしているが、アルコールの利用を根絶できなかったとしても、この時代にアルコール消費量を減らしたことは事実である。 憲法修正第18条は1930年に撤廃された。これはカトリック教徒と事業家が率先し、よく組織化された運動によって憲法修正第25条が成立し、修正第18条の撤廃を規定させたものだった。進歩主義者たちは地方レベルで学校の改革と近代化に懸命に努めた。この時代は特に急速に拡大する大都市圏で、 学校数と修学児童数が劇的に拡大したことが特徴である。1910年以後、小都市でも高等学校を作り始めた。1940年までに若い成人の50%は高校卒以上の学歴になった。その結果は中流階級の急速な成長であり、彼らが進歩主義改革を草の根で支持するものになった。革新主義時代に、 多くの州は義務教育法を成立させ始めた。教育で遠征と健康が強調されるようになり、保健・体育強化がより重要となり、普及された。カーネギー教育振興財団が講演した1910年のフレクスナー報告書は、地方に数多くある小さな医学校を捨て、国の予算、資源及び維新を大学に付設する専門化された医学校に集中させることで、 アメリカの医学を専門化させた。著名な指導者として名誉兄弟がおり、ミネソタ州ロチェスターにある、その名誉クリニックは革新的外科で世界でも著名になった。法律の専門分野では、アメリカ弁護士協会が1900年にアメリカ法学校協会を設立した。法学校に対する全国的な標準を確立し、若者が 個人的に地位の確立した弁護について学ぶ古いシステムに置き換わって大学に付設する認可された法学校という新しい仕組みを作った。進歩主義の学者はハーバード、コロンビア、ジョンズ・ホップキンス、シカゴ、ミシガン、ウィスコンシン及びカリフォルニアなど新興の研究型大学を基盤としてその教育の近代化に努めた。アマチュア専門家の時代は 新しい学会誌や新聞に投稿した研究型専門家に道を譲った。その明白な目標は、特に歴史学、経済学、政治学などの社会科学を専門化させ、科学的にすることだった。専門家は、大学の新しい経歴を積む道を生み出すことを意味し、雇用と国際的な学術会議での成果による昇進を意味していた。ウィルソン大統領は、 関税通貨及び反トラスト法を経済の起爆剤に使い有効に働かせた革新主義時代は1893年に始まり厳しい不況を経て1897年に終わった強行時代の後で社会繁栄の時代だった。1907年強行は短期間で終わり大半は金融化に影響した。しかし、キャンベルは 1907年から1914年の経済の弱点を強調し、より進歩的な介入を大衆が求めたことに結びつけている。1907年強行の後は、実質賃金の小さな低下と失業者の増加が続き、どちらも第一次世界大戦が始まるまで続いた。キャンベルはその結果として起こった。 公的資金に対する圧力とイルソン政権の政策に対する影響を強調している。弱化した経済と継続していた連邦政府予算の赤字が財政政策に変化を促し、法人税と個人所得税の課税及び連邦準備制度の創設につながっていった。政府機関も管理効率を改善するために組み替えられた。金ピカ時代の政党は、 連邦政府が民間事業に深く関わることに躊躇していた。ただし、鉄道と関税は例外だった。外して法と秩序を維持することを除き、政府が経済に干渉することに反対する原則である自由法人の概念を受け入れていた。この姿勢は1890年代の不況の間に変化を始め、小企業、農園及び労働運動が彼らのために 政府の介入を求めた。20世紀への変わり目までに中流階級が発展したが、彼らは実業界のエリートにも中西部や西部における農夫と労働者の求心的、政治運動にも不信を抱いていた。進歩主義者たちは企業の自由競争を確保するために、商習官の政府による規制の必要性を主張した。連邦議会は百八十七年の 鉄道規制法を法制化し、1890年には単一産業を大企業が支配することを防止する法を成立させた。しかしこれらの法が活発に強制されることはなかったが、1900年から1920年になって共和党大統領のセオドアル・ーズベルト、民主党大統領のウッドロー・ウィルソンなど、進歩主義の見解に同調的なものが権力を握った。 今日アメリカ合衆国にある規制機関の多くはこの時代に創設されたものであり、例えば集裁通商委員会や連邦取引委員会がある。マクレーカーは読者に事業に対する多くの規制を要求させるよう仕向けたジャーナリストだった。アプトン・シンクレアの小説ザ・ジャングルは1870年代に発展した。 巨大食肉加工工場であるシカゴのユニオン倉庫で行われている想像上の恐怖をアメリカ人に伝え大きな影響を与えた。ただし、シンクレア自身はその場所を訪れた経験がなかった。連邦政府はシンクレアの著作とニール・レイノルズ報告書に反応して新しくアメリカ食品医薬品局で規制を始めた。イーダエム・ターベルが独占だと考えられる。 スタンダード石油に対して連載記事を執筆した。これは政府にも公的改革者にも影響を与えた。ターベルたちの攻撃により、1911年の最高裁判所判決が出て、スタンダード石油者を分割することを大衆が承認する道が開けた。民主党のウッドラー・ウィルソンが1912年に当選して、同時に民主党が議会を制したとき、 一連の進歩的経済政策を実行に移した。1913年、憲法修正第16条が批准され、高額所得者に少額の所得税を課した。民主党は1913年のアンダーアウト関税法で関税率を下げたが、その効果は1914年に勃発した第一次世界大戦によって引き起こされた貿易の構造変化により莫大なものになった。 ウィルソンは企業のロビーストを非難することで関税の変化の陰にある大衆世論を動かすことの有効性を証明してみせた。ウィルソンは議会で自ら高度に演出を施した演説を行い法案に署名して立法するときにも念入りな儀式を行った。ウィルソンは1914年のクレートン藩トラスト法でトラストに対する長い戦いを終わらせた。 1913年には企業と政府の融合体である連邦準備制度を創立することで金と銀行の問題について議員を説得することができた。この制度は現在も金融界を支配する機関になっている。1913年、ヘンリー・フォードは動的な組み立てラインを採用し、労働者一人数とが自動車の生産過程で単一の業務を担うようにした。 革新主義時代の発展を手がかりにして、男性労働者に1日5ドルという大変寛大な賃金を支払い、平均的労働者が自社製品を購入できなければ大量生産企業は生き残れないと論じた。労働組合、特にアメリカ労働総同盟が20世紀初期に急速に成長し、進歩的な施策を推進した。全国市民連盟で企業と連携する。 実験的な試みを行った後、1906年以降は民主党と政治同盟を結ぶ方向に転じた。この同盟は大工業都市で特に重要だった。労働組合は労働葬儀に干渉して雇用者側の肩を持つことの多い裁判所判事に対する規制を望んだ。1932年のノリスラガーディア法の成立でその目的を達した。 1896年以降、移民の量は着実に増加しており、新山者の大半は東ヨーロッパや南ヨーロッパから来た非熟練労働者だった。彼らは工業庁や都市の成功所、土殺場、建設現場で職を見つけた。1914年に第一次世界大戦が始まって、突然国際的な移動の大半が止まり、1919年、 以降に再開された。1880年代から労働組合は移民に対する規制を激しく求めており、特に中国人などアジア系移民に対する規制を望んだ。基本的な恐れは、非熟練の低賃金労働者が大量に入れば、集団で取引することで労働組合が賃金を上げようと努力しているものを無駄にしてしまうということだった。 禁州運動家のような別の集団は移民が酒場の力及び返して西部の力の基礎になるので移民に反対した。田園部のプロテスタントは1890年以後の移民の大半を占めた都市のカトリック教徒やユダヤ教徒を信用していなかった。一方で工業の急速な発展は新しい労働力を必要としており大企業は移民規制に反対した。 1920年代初期までに合意が形成され移民の総量が規制されるものとされ、1920年代の一連の立法でこの規制が行われた。一握りの優勢保護提唱者も移民の規制に関わった。移民の規制は第二次世界大戦が終わるまで国策であり続けた。第一次世界大戦中、進歩主義者は強くアメリカ化計画を推進し、 新しい移民を近代化させ、理想的なアメリカ市民に転換させ、祖国に対する忠誠心を減らしていくように工夫した。これらの計画は劇的に拡大していた公共教育システムを通じて行われることが多かった。1940年代、歴史家たちは革新主義時代をニューディール政策時代の前奏曲とみなし、具体的にルーズベルトが 大統領になった1901年から第一次世界大戦の始まりである1914年あるいは1917年までとするのが通常になった。歴史形は時代を遡って1890年代の自治体及び州レベルの進歩的改革者を強調し続けている。革新主義時代が何時終わったかという問題には蹴りがついていない。 市民の自由を強調する左派の歴史家たちは、第一次世界大戦の間に自由が抑圧されたと批判し、戦争を進歩的とは考えなかった。しかし、大半の歴史家たちは、すべての戦争を終わらせるための戦争を、アメリカ運動の世界的な表現とみなし、ウィルソンが国際連盟のために戦ったことをそのくらいマックスと考えた。 1920年代の政治は企業に対抗した労働組合やリベラルの運動家に対して友好的ではなくこれらの主題を強調する歴史家たちの大半とまではいかなくとも多くがこの10年間を否定した。都市のコスモポリタンの学者は禁酒法の道徳主義やクークラックスクランの移民排斥主義者の強力さについては違和感を覚えこの時代を非難した。 例えば、リチャード・ホフスタッターは1955年に、禁酒法が田園部福音主義のビールスによって、アメリカが連れ込まれたところのエセ改革、縮こまった視野が狭い改革の大好物だったと、記した。しかし、アーサー・エース・リンクが強調したように、進歩主義は、単純に転がって死んだふりをしたわけではなかった。リンクの20年代を通じて継続していたという、主張は、 進歩主義が強力な力だったことを見出した歴史学を刺激した。パーマーはジョージ・ノリスのような指導者を挙げて進歩主義は一時的に政治的な主導力を失ったが西部の多くの州では人気を保ちハーディングやクーリッジの政権ではワシントン DC でもその存在を感じさせたのは注目すべきであると語っている。ガースターとコーズは進歩主義は 共通の目的を持った容易に定義できる力というよりも精神でありあるいは熱中であるので1920年代を超えてはいないまでもその年代まで十分に続いた改革に向けた雰囲気を作ったという方が正確であると思われると論じている。クークラックスクランが新しい光の中に見出されたとしても多くの社会史学者が報告しているように彼らは 通常の白人プロテスタントであり、それまで長く進歩主義の中核的目標だった仕組みの浄化に大きな関心を抱いた者たちだった。ウィリアム・ランドルフ・ハーストが示したように、進歩主義指導者の中に反動的になった者がいたが、それは通常1930年代であり、1920年代ではなかった。それはハーバート・フーバー、アル・スミス及びヘンリー・フォードだった。 歴史学者が事業進歩主義と定義するものは効率を重視し、ヘンリー・フォードやハーバート・フーバーに類型を見るものだが、1920年代に最盛期に達した。例えばウィックはフォードの技術と電園部アメリカの機械化に関する見解が、外資って啓蒙的で進歩的で時代の先端を走っていたと論じている。ティンドールは1920年代の南部で、 進歩主義運動を続けたことの重要性は民主化、政府の効率、企業の規制、社会的公正座、及び政府の公共事業を増すことに関わったと強調している。ウィリアム・リンクは1920年代の南部の大半で政治的な進歩主義が支配したと指摘している。同様に進歩主義は中西部でも影響が大きかった。女性や若者に関する 歴史家は1920年代における進歩主義の勢いの強さを強調している。女性は参政権運動に成功した後に備えたものを結集させ、世界平和、良い政府、母性の保護、及び教育と公衆衛生に関する地方レベルの指示といった方向に向けることができた。その業績は参政権運動ほど劇的なものにはならなかったが、女性は投票を行い、 静かにかつ効果的に行動した。ポールファスは若者について構想の一面として社会問題に対する楽観的なアプローチとしての信歩主義は大変活動的だったと語っている。大変多くの改革アイデアを生み出させた国際的影響力というものが1920年代まで継続し、アメリカの近代化概念がヨーロッパに影響を与え始めた。 進歩主義は1932年までに終わったというのは一般に合意されていることである。特に残っていた進歩主義者の大半がニューディール政策に反対したからである。ありがとうございます。